おー、よろしくお願いします。相田風でございます。よろしくお願いします。どうも、おじさん風若手芸人でございますよ。はい、今日はですね、フリップネタ持ってきましたんでね、ちょっと見ていただこうかと思いますけれども、今日こちらですね、カンボケということでね、こういろんなね、漢字が出てきますんで、まあ、楽しんでいただければ。ちょ、これね、皆さん後ろまで見えますかね。もう見えないよっていう人はね、ちょっとまあ、エッチなことでも考えていただければ、ね、お願いしますね。まずこちらですね、いや、アイプチすんなお前。アイプチすんじゃないお前。目がね、アイプチして二重になっちゃったらね、画数変わっちゃいますからね、こんなのがバンバン続きますんでね、見ていただければと思いますけれども、いや、仲間割れはやめて。仲間割れしちゃってるからね、もうこの子がね、もう板挟みになっちゃってるからね、かわいそうですからやめてくださいね。続いてこちら、いや、お前がシートベルトすんな。お前がシートベルトすんな。中の人がやって守られるやつだから、外側守っても意味ないですからね。続いてこちらですね、これは海ではなく山を観光資源にしてるタイプの島ですね。普通海で勝負するんですけど、山だと、うちは山で勝負するっていうタイプの珍しい島ですね。器が機能してないな。器が機能してない。全部麺がドローンって出て、底がないから、底がないからドローンって出ちゃってるからね。続いてこちらですね、いや、距離感。距離感考えない。近すぎて全然見えないからね。距離感考えましょう。続いてこちら、ゼルダの品質ですね。トライフォースになってますからね。ゼルダの品質ですね。続いてこちら、あ、こうね、学級委員長決めてるんですかね、こうで、いや、正の字違い。正の字違い、普通互角のやつで決めますからね、なんかいやらしいの決めてるのかなと思っちゃいますからね。続いてこちらですね、あ、畳の部屋かと思ったらそういう間取りだったんですね。畳の間取りだった。ここからね、家に入ってって、ここはどこに繋がってるんでしょうね。もう謎の外に繋がる空間がありますけれども、続いてこちらですね、あ、もう育ちすぎて森になっちゃいましたね。育てちゃいけない植物なんですけども、育ちすぎて森になっちゃったということですね。続いてこちら、あ、ちょっと誰誰、五線譜の中に寿司を置いたの誰ですか。読めないでしょこれを、こんなところに置いたら見えない、目立たなくなっちゃうからやめてくださいね。あ、この漢字読めますかね、秘変に家と書いて、長沢くんちですね。秘変丸子ちゃんの長沢くんちということですね。覚えて帰ってください。あ、もう 4K 放送ですからね、毛穴までくっきり見えますね。鼻の毛穴まで、高画質だから、高画質がめちゃめちゃ見えますよ。エセ関西弁。エセ関西です。関西弁かと思ったらカントリマスでした。カントリマスでしたね。エセ関西弁ですね。これは難しいですよ。これわかんないでしょ、皆さん。ね、これなんか水面になんか村が浮いてますけど、これ何でしょうかね。わかんないですか。これあれですよ。ダムの底に沈んでた村が軽すぎて浮いてきちゃうっていう。だからこうね、ダムから人がいなくなってるわけですよ。で、そこ、ね、村から人がいなくなってて、こう水がダーって入るでしょ。でも過疎化が進みすぎてめちゃめちゃ軽くなってるから、こう水面に浮かんできちゃう。難しいよね。これは難しかったですね。マイクロソフトに買収された田んぼですね。マイクロソフト、Windows からになって、ここで取れた米果たして美味しいのかっていうね。あ、ドラえもんかと思ったらイエモンじゃないこれ。ドラえもんかと思ったらイエモンじゃないの。頑張って書きましたから、もう一回言いますよ。ドラえもんかと思ったらイエモンでした。イエモンでしたよ。舌の中からもね、舌が出てくる、舌、ここは何じゃ、舌から出てくる、ここはね、二枚舌ってことでしたね。二枚舌ですかね、わかんないですけど。あー、経験人数多い、経験人数多い。めちゃめちゃ多いですね。あー、もう極悪イタリア人、イタリア人極悪ですね。ちょい悪をはるかに超えてますけども、あー、駅近の物件かと思ったら限りなく駅に近い物件でしたね。限りなく駅の形に近い物件。お宅の不動産変なもん置きますね。あ、器を丼に変えたらちょっとだけ入りました。ちょっとだけですけどね、入らないよりは全然いい。ちょっとで底があるから。最後こちらですね、アクアフレッシュつけて歯磨いたんですね。いや、口ゆすげ。どうもありがとうございました。